中学も僕ピッチャーでやってた、シニアのピッチャーだったんですけど、キャッチャーやってたやつが肩壊してで野球やめたんですよ。俺野球やめるわとか言ってで、おいってなって、で毎週練習試合土日入ってたんで、じゃあお前今日キャッチャーな、じゃあお前今日キャッチャーな、じゃあお前今日キャッチャーな、来週俺キャッチャー回ってくるみたいな感じで、で僕がキャッチャーやった時に盗塁3つぐらい刺して、でワンバンもそこそこ止めてて、で試合勝ったんですよ。じゃあお前明日からキャッチャーな、今日からキャッチャーなってなって、もうそんな感じなんですよ。